みなさん、こんにちは。アリーナ、ウクライナチャンネルのアリーナです。今日はね、今、ウクライナ、キーフに住んでいます。素直に言うと、ロシアの軍事行動についてそのテーマを避けたかったですが、今回は、ウクライナ、本物の情勢についてお話ししたいと思います。この前に話す勇気がありませんでした。昔からロシアとウクライナの関係はかなりなかなか難しかったです。このテーマを避けたかった理由は心の底から非常に辛かったです。そういうこと。最近多くの視聴者様に心配していただいて、もうどうしても皆様の無視できず、このテーマについてお話しすることをしました。まずこの動画ではお話ししたいこととして、ウクライナ、キーフ、一体何が起こっているのか、なんか、それについて私の意見とか、どう思っているということについて、お話ししようかと思っています。ロシア軍が約10万以上が近くにいるらしいですね。国境で。そのためもちろん皆が心配しています。プーチン大統領は国境に暴力を配備する理由もなんかはっきり説明しませんでしたが。そうですね。NATO にずっと前の状況に戻るように、そういう要求をしていました。国際的としては、受け取られないことでしょ？それは。だって、ウクライナが、どの同盟に入るか、ロシアが決めるなどが、受けられないのです。そうなんです。そのために、はい、その意味で、すべては非常に不透明です。嫌なニュースがたくさんあるし、正しくない情報もたくさんあります。ネット上では、テレビでは、たくさん、なんか、嫌なニュースとか、と申しますのは、なんか、パニックは毒です。慌てることは毒です。毎日日常生活は、本当にほぼ同じです。ウクライナ人たちは前と同じ仕事をいたり、大学、学校に勉強したり、ショッピングしたり、映画館へ行ったりします。なんか、誤情報や偽情報がたくさんがありますので、どうすればいいとか、素直に言うと、誰も知りません。みんなが非常に心配していますが、今だからこそ一番大事なのは慌てないことだと思います。何もしないわけではありません。なんか、つぶたが難しすぎます。だってここはうちです。私の家族と友達、がいます。私の仕事があります。なんか、その、不安定な状況に皆が苦しんでいます。それでもこそ日常生活が続いています。しかし、ロシアはウクライナの、ガスの問題、ガス供給を非常に気にしています。その、ウクライナのガス供給が、破壊されたり、爆発したり、決しては望んでいません。らしいです。それが。ですが、ノルドストリーム2が、なんか、動けば、ウクライナのガスも必要はなくなります。だからこそ、侵攻リスクが、回収評価してはいけません。それはもうみんながしてる。ウクライナでは、軍事的な混乱を引き起こす可能性が
高くなります。それも、もしできません。ガスの問題は、歴史上はいつも武器でした。2009年、2014年、今でも。その時はロシアがウクライナに圧力をかけるためにガスを停止しました。その時は、ドルはフリーヴナに対してすっごく高くなりました。思ったより全然違いました。今でもだんだんドルがフリーヴナに対して高くなります。すいません。ロシアの軍事行動について話を避けたかった理由は、どうしても自分の感情を冷められないことだから。そのまま続いたらどうになるか本当に怖いですよ。みんなが日常生活を続けるなんです。できるだけに一日を過ごしています。だからこそ今強い心を持つのは大事です。だからこそ YouTube チャンネルもその時こそ漫才、お笑い動画、他の歌動画、曲動画を見て続けたいです。少しでも今のウクライナの日常生活を見せたいです。今は2022年1月28日です。金曜日。で、今はウクライナ、キーフはどんな状態ですか？その戦争の危険があるかどうか、直接に見せたいと思います。郵便局、普通に開いています。そして、直接に見せたいです。行きましょう。スーパーマーケットも全然問題ないし、あえてやります。何でも買います。どんな食べ物とか、どんなフルーツとか果物、野菜、全然問題はないです。
ウクライナでは平和になるように祈っています。いつも見ていただきありがとうございます。